여러분, 안녕하세요. 크름입니다. 今日は韓国の酢豚を食べるときに絶対に聞かなきゃいけない、あれ、プモクチンモクって何？を解決しちゃいます。はい、今日はさっきも言ったように、プモクチンモクが何なのか、どういう意味なのか、どういうふうに使うのか説明するんですけれど、その前に韓国の酢豚、日本と全然違うので、そのシステムというか、それ自体を知ってから皆さんにその言葉を紹介した方が皆さんの理解もすぐできると思うので、そこから説明したいと思います。え、ロケおつきあいにゃ。くるくる。はい、それで日本の酢豚ってもうソースがあえてあって、でお肉も柔らかくて、こんな感じだったりこんな感じだったりするじゃないですか。でも韓国の酢豚は全然違うんですよ。私もびっくりしたんですけど、初めて見た時なに？これは酢豚なんですか？ってなりました。写真で見るとこんな感じです。なんかカリカリで、最近の韓国の流行みたいなんですけど、酢豚をカリカリに揚げるのが流行みたいなんですけれど、しかもなんか日本のはあんまり肉に衣がついてない感じな気がするんですよ。韓国はしっかり酢豚のお肉に衣がいっぱいついてるからサクサクで、でなんかソースも全然味が違うんですよ。ソースも日本のより甘い感じ、日本のと全然違う料理って感じ。韓国で酢豚をどうやって食べるかっていうと、ソースを酢豚の豚の唐揚げみたいなのを別々にして、その豚の唐揚げをつけて食べる人、かけて食べる人、2つの、なんて言うんですか、2つの派閥があるわけです。それで戦ってるんですよ。喧嘩にはならないと思うけれど、友達と食べるときに、プモクがかけて食べる人派で、チンモクがつけて食べる人派っていう感じなんですけれど、プモクがかけて食べる人派で、チンモクがつけて食べる人派。そう、それでその2つに派閥が分かれているから、という言葉ができましたっていうのが始まりです。かけたい人とつけたい人が一緒にいたら、もうわーってなっちゃうから、最近こんな容器が出たらしくって、見て、びっくりした。私、それだけ重要なことらしいです。私はチンモクなんですけれど、カリカリが好き。そう、それで本題なんですけれど、フモとチンモ、これ若者言葉で、若者言葉っていうか省略言葉で、フモはフを먹는다、フを먹다で、チンモはチゴ먹다の略なんですよ。で、フを먹다のふったがかけるっていう意味です。注ぐかけるみたいな意味なんですけれど、ふった、ぷをもったかけて食べる、注いで食べる。くるくる。ぷもっぱとちもっぱ、一緒にもし酢豚を食べに行ったら大変な事件が起きるでしょう。탕수육진짜먹고싶었는데、탕수육진짜좋아해。나행복해。탕수육에는짜장면이라고？아、진짜나랑안맞네。탕수육에는짬뽕이지。아니꼭짬뽕을시켜야된다고。아、탕수육、탕수육진짜먹고싶었어。먹기전에화장실좀갔다올게。뭐야？너부은거야？야、탕수육소스부은거야？나찍어먹으려고했는데、나찌먹판데。왜안물어봤어？아、진짜안맞아。진짜안맞아。아、못먹겠잖아。못먹겠어。나못먹겠다고。みたいな喧嘩は起こりますので、皆さんちゃんと覚えましょう。まあ、そんな私、喧嘩はしたことはないんですけれど、韓国人の友達ができたら絶対に聞いた方がいい。絶対。約束。私もだってかけられたら嫌やもん。皆さん、まず韓国行って酢豚食べたことない人は、韓国式の酢豚を食べてみてください。あ、その時にこうやって言ったらいいです。まず、多分大体のお店がソースかかってくることはないと思うんですけど、別々で来るところが多いと思うんですけど、今の時代というか今は。でも、まあ、一応覚えておいていいと思うのは、ソースネンタロウジュシゲッソヨ、ソースタロウジュシゲッソヨっていうのを
覚えてた方がいいかな。ソース太郎樹しげさよ、ソースを別でくださいって意味です。太郎は別でって、ソース太郎樹しげさよって聞いてもいいかな。まあ多分大丈夫だと思うけど、はい、では今日はここまでにしたいと思います。ではチャンネル登録してまた次の動画で会いましょう。여러분다음동영상에서만나요。ありがとう。